それでは9月のつくし会を始めたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は、今年は心疾患ということにしました。なんか皆さん最近なんか代を決めた理由を言ってるようだから、私もなんか言わなきゃいけないかなっていうようなちょっとそういうのも思ったりしてるんですけど、何でしたっけ、コロナのあたりでなんか薬が不足かなんかの時あたりからビソプロロールがない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 言ったりとかして、なんかそういうので、あれ前からそんなにビソプロロールって出てたっけと思ったりしていて、あ、心臓の疾患の人増えたんだっていうのを実感していて、あ、じゃあちょっと心臓に関すること何かやろうかなって漠然と思いつつ、じゃあ何をやろうっていうのが全然決まらなくて、ずっと悶々と考えていて、で意外になんか、じゃあうちの患者さんでどういう人いるのかなとか、改めて心臓のいろんな病気のこととか、まあ、不整脈だったりね、心筋梗塞だったりとかっていうのを考えていた時に、意外にうちの患者さんでそういろいろ見ていくと、あのいろんな病気の人いるんだっていうのも実感したので、まあちょっとそれにしようかなと思って焦点当ててみました。で次の人、いろんな有名人の画像なんですけど、心疾患では全然関係なく画像を集めてみたんですけど、この人たちの共通しているのって分かります？全然分かんないと思うんですけど、実は高齢者っていう年齢の年の画像なの。高齢者って何歳？65歳。なんでみんな知ってるの？私つい最近まで60歳だと思ってたんだよね。なんか、なんで？いや、なんかなんとなく還暦とかほら定年みたいなが60歳だからってこと？そう。おー。そう思ってた人いないの？もうないんじゃないですか？それ。もうすごい恥ずかしい。改めてあれ？だって添付文書上の高齢者って65歳じゃん。そう、うん。でも改めて。それでああと思っていたのもあって、じゃあこの人たち、特にカラーの人たちは昭和33年生まれの65歳で、一応なんかほら芸能人の人とかって若い時の写真とかっていうのを使っていないように一応集めたつもりなんだけど、65歳のその高齢者なんです。で、高齢者現在65歳、そう、全員現在っていうか、要するに65歳の写真、65歳の人の時の写真で、多分モノクロなんて多分みんな分かんなかった。モノクロの人分かりました？もう一回戻って前、郷ひろみ、これね、児童作家、なんか子供の本書いてる人。誰？坪井だか坪田だかなんとか庄司さんだっけ、で大竹しのぶさんでしょ。で左下が、渋沢栄一の孫の慶三さん、で久本さんでしょ。で、この眼鏡のなんか磯野波平さんに似ているようなこの人は江戸川乱歩さん。へー。で、ピンクレディーのケイちゃんでしょ、なんです。で高齢者とはって言って WHO でも65歳とかってちょっと改めてなんかすごい恥ずかしいんですけど、なんかそう思ってへーって思いました。で、日本では行政上で結構違っていて、改正道路交通法では70歳を高齢者として設定していて、高齢者講習受けたりとか、こういう右下のマークをつけるようにっていう感じになってますよね。で医療では昭和57年の段階で法律で決まっていて、一人でちょっとびっくりしちゃってたんですけど、65歳以上を高齢者とした上で、65歳から74歳までを前期高齢者、75歳以上を後期高齢者として定義しているってなってたんですけど、私はなんか今保険のことで70歳以上が前期高齢者だから、余計またさらに今これを知った時に、確認した時にちょっと混乱しました。なんか逆じゃない、なんか75歳以上を高齢者だと思っている人の方が多そうな気がする。私ちょっと思ってました、
そうだよね、そう、そうそうそう、だからその添付文書上でいわゆるその高齢者っていう線引きがしてある薬とかを考えるときに、うん、えってなることが多いのはそこだと思う、へへっと、うん、失礼しました。でそう思ったところで、まあ、その昭和57年の段階では65歳っていうのはあの高齢者の割合 10% しかなかったんだけれども、去年なんかだともう 30% 近くになっていて、まあ、平均寿命の伸びているから、今のこの昭和57年に設定している高齢者の定義ってまた変わっているのか、変わってくる可能性もあるのではないかなということですよね。で改めてその高齢者としてこの写真を見てみると、うーんって思いますが、モノクロの人たちは実は昭和33年の段階で65歳だった人、今から130年前の1893年生まれぐらいの人たちなんです。だいぶ同じ65歳でも食生活の影響か生活習慣なのか、だいぶ雰囲気が違うなと思って感じました。でちょっとこの画像をいろいろ調べて、だってこの下段の右から2番目のね、江戸川乱歩さんなんて本当磯野波平さんレベルで、でも波平さんの方がさらに10歳若いんですよね。そうだね、波平さん意外と若いからね、54歳って設定だからね、からね、うん、でこの辺の画像、この辺りのその130年前の画像とかいろいろ見てて、女性がなかなかいなくて、しかも65歳のその昭和33年の段階で65歳の画像を探してたんですけど、女性全然出てこなくて、唯一出てきたのが次のページのちょっと可愛いよ、金さん銀さん。でも金さん銀さん100歳やんこれ、うん、だから金さん銀さん生まれた年がだいたいその130年前の1893年、今生きてたら130歳ぐらいと、まあどうでもいいんだけど、なんかちょっと可愛いからちょっとこう画像を見てちょっと癒されてた感じです。でじゃあその寿命が伸びていて、平均寿命の推移を今見るとなんだかんだ言って87歳、コロナでちょっと減ってますけど、ピーク時女性87歳で男性も81歳前後で、過去40年見ていてもだいたい10歳前後伸びてるんですよね。でじゃあその前の、今65歳の高齢者の人たちが1958年か、このマウスがうまくいかない、あ、そっちには出ないのか、マウスは、うん、マウスを出したいの、出すのと、出しても出すの、あ、へえ、うん、あ、そうなんだ。1958年がちょっとここのくぼんでるところを見ると、約女性も、68歳ぐらいかな、うん、で男性が、64歳ぐらいかなんかで、やっぱり今と全然違いますよね。1935年に私らみんな死んでんだ。1935年ってちょっと戦前だから、すごい本当に、多分このへこんだところとしたら本当に50歳いないから、まあ戦争、第一次世界大戦とかがあったりしてたからかな。いやでもその前も45歳ぐらいよ、そんなもんじゃない、そうだね、そんなもんなのかね、うん、まあ結核とかいろいろあったから長生きはしてないんだろうけど、まあそういう感じで、まあ寿命が本当に伸びているなということで、心臓に関する患者さんもめちゃくちゃ増えていて、心不全パンデミックっていう言葉が出てきているのと同時に、いろいろなその薬だったり、いろんな機械検査なんかいろんなのも、まあ、進んでるなっていうのも感じて、あのやりながら感じました。なんだっけ、あの糖尿病の薬の欲しいがとかなって、うち改めてちょこっとだけ見たけど、糖尿病として出てなくて、みんな心不全の人ばっかりに出てたから、ね、そういうのとかだいぶいろいろ違ってきてるんだなって。で、それで、心不全の、死因とかに改めて、これ次のページに行くにはどうするんだろう、あ、こっち、あ、はい、ありがとう。死因として見ると、意外に心不全って、あの
がんに続いて第2位の 14.8% で、その第3位老衰、第3位脳血管疾患、その次肺炎、誤嚥性肺炎とか見ていくと、やはりその高齢、寿命が伸びたことによって起きるようなその死因っていうのがやはり増えてきてるんだな、高齢によって起きそうな病気が増えているんだなっていうのを改めて感じました。で、心疾患っていうのを男女別に見たところで、こちら、見えないちちょっと見えなくてごめん、その5位以内に全ての世代で、ほぼ全ての世代で入ってるの、ここでしょう、男性だとここでしょう、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 あ、そうだ、男性はこの0歳っていうところに、まあ、入ってなかったんだ。だけどほとんど5位以内に入ってるから、心臓で亡くなってる人意外に多いんだなって思ってて、女性の方はこの一番下の0歳のところに5位に心疾患で一応入ってる。で、4位に入ってて、ここに心疾患あるから、ほとんど全ての世代が5位以内に入ってるのよ、こう見て改めてへえって思いながら見てました。まあこれは自分ので、心疾患の定義っていうのは、まあ心臓に何らかの障害が起きて、それによる血液の循環不全によって引き起こされる病気で、もう本当に具体的なのを全部残すと、狭心症、心筋梗塞、不整脈、心不全って言われますから、この他にも、弁膜症だったり心筋症とかいろいろあるかと思うんですが、まあこういう感じですよね。で、心不全っていうのは、ものによってはその症状であるとかって、新聞とかでよく何とかさんが亡くなりましたとか書いてあって、心不全です、腎不全ですとかって書いてあるんですけど、症状の一つとして病名ではないみたいなことも書いてありました。ただ、心臓の病気っていうのは、根本的に治すのは高齢者は、根本的に治すのは移植しかないって言われたりもしてますけど、どっちみち高齢者には心臓移植は適用されないですし、まあ治療でいかに症状を改善していくかっていうことにつながるかと思います。で、心不全は、そのいろんな不整脈や心筋梗塞の中の最終的な終末像で、心臓がきちんと動かなくなってしまっているということです。で、今後はちょっとスライド的に心疾患と心不全がちょっと混在します、すいません、ん、混在するんですけど、心疾患ということで見てください、心不全ってなってますけど、はい。で、それで国内の心不全の新規発症者推移を見ていくと、戦後、人口の割合 4.9、 高齢者の割合が 4.9% しかなかった戦後すぐぐらいの時に比べると、今2020年、高齢者の割合は3割になっていて、6倍に増えてますけど、実際の新規発生者数は、約8倍以上伸びている感じですね。5万人未満だったのが40万人超えてますからね。で、どうしてもこれやっちゃうな。で、このピンクと黄色は抜しといて、推定の心不全患者数はもう、2015年からもう、100万人を超えてずっと増えていく状態です。で、先ほど言いましたが、心不全の症状として大きく分けて、血液の訴え、巡りが悪くなる訴えによる、息切れや呼吸困難、むくみと、あとポンプの機能の低下して疲れやすくなったり、かえって眠れないだの、冷感だの、そういったのが起こります。で、まあ、心不全っていう症状はそういったことがあるんですけど、まあ、息切れだ、疲れやすい年のせいかなっていうふうに思ったりして、いるのが実際現状ですよね。で、今月の上旬に、
夏バテなのかな、8キロぐらいなんだかんだって痩せちゃったんだよねっていう男性が来て、あのまあ痩せたのもそうだけど、確かにその人90近いし、あ多分だんだんその心臓が悪くなってきたりとかして、そういうところも来てんのかなっていうのをちょっと、このスライドを作った後半 2,3 日前にちょっとふっと思ったのかな。で、ただ単純にあの痩せちゃったっていうなら、まあ、若い世代だとは痩せてよかったわって思うかもしれませんが、やはり年を取ってくるといろんな問題が出てきて、心臓か原因かどうか、その人内科は行かないし、俺は血圧は大丈夫というなぜか意味不明なことを言っていて、その人整形外科でしかかかってないのかな。で、一番心配なのはその痩せたことによって、そのフレイルというかね、そういう、筋肉の低下、筋肉の低下で、なんかこう薬局から出たの、なんかあるべき違うか、薬局に来て薬ができて呼んだ時に椅子から立ち上がった時もふらついてて大丈夫かなって思ったし、杖とか使った方が安全ですよって言っても俺は大丈夫っていう、なんかこうプライドなのか、そういうのがあって、受け入れても考えてみるということさえも言ってくださいませんでした。で、フレイル、寝たきりの要因になる筋力の低下、こういうのはやっぱりその年を取って、食欲が落ちたりとか、そういうので痩せてきたりっていうのもありますし、筋力低下による、あと骨の異常とかいろんなことによる、寝たきりになって要介護になったりっていうのも悪化の一途ですし、その例えばさっきの息切れとかそういったことによることで動かなくなるのも良くないしっていう、いろんなこう悪循環があるので、そういう寝たきりで介護とかそういうのでまた介護保険が必要になったりとか、そういうふうにならないようにしていく声かけも店頭では必要じゃないかなっていうふうに思うようになりました。で、初期症状としては、まあその息切れだったりむくみだったりっていうのがあって、改めてそっか、むくみそうだよな、糖尿病の人とかもあるだろうけど、心臓もそうだなと思って、ちょっとあの2週間前からですけど、あの在宅訪問で心不全が原因疾患だっていう患者さんにはちょこっと押してみて、一人いました、ちょっとへこんだまんまの人が、あと思ったりして、なのでちょっと在宅訪問の人、ちょっと全員じゃないけど少しこう足のむくみとかも見ていこうかなというふうに。むしろむくんでない人なんかいないでしょそうなの、うん、と思うけど、結構むくみ多いよね、最近。まあ訪問だけじゃなくて、高齢者はやっぱ非常にやっぱりむくみは多いと思うけど、足首のないようなおばあちゃんとかもいっぱいいる、うん、なんか夏だったせいかさ、結構足元よく見えるような格好で、普段見たこともなかったおばあちゃんの足が、うもうほぼゾウだね、サリーちゃんだねそう、ほぼサリーちゃんだと思います。そっか、ズボン履いてるって、靴下履いてるか余計分かんないんですか。いやもう履いてても分かるぐらいむくんでるよ。あ、そう、うん、もう虚血性心疾患の患者さんの足なんてパンパンよ、もうほぼゾウさん。本当に何人か、この夏はやっぱり暑かったからか、ばあちゃんたちが短かったりしてると足むくんでない。寝たきりでずっとベッドにいる人は別だけど、うん、足を下ろしてずっと同じ体勢で座ってんじゃん、だいたいみんなこういう感じでね、うん、普段もずっとこうやって同じ場所に行ってんでやってたらほぼ 100% むくんでます。むくんでない人なんていない。ぜひ見てください。今年何人かびっくりしたばあちゃん、うん、なんか低反発クッションだみたいな。そう、もうそんなレベルじゃないです、皆さん。そうなんだ、はい、うん、いまだにこのボタンが出た、うん、で、心不全の病状進行パターンとしては、みんながあのいろんな病気でも考えるこう、癌のような、最初はなだらけで急にちょっとカクーンって落ちてくるとか、
認知症老衰の人だとなだらかなこう坂になっているけれども、心不全の場合は階段のようにこうゴーンって症状が出て、入院とか治療によって回復して、ね、また少し落ちていくっていうのを繰り返して悪くなっていくっていう風な症状ですよね。だから例えばさっきの、急に8キロ痩せちゃったっていうおじいさんなんかは、多分そういうなんかこうちょっとしたこう階段のここになっていて、でもそのままだからまたその人何も治療とか何か例えば仮にしなかったらまたこうカクンって何かなるんじゃないかなっていうところですよね。で、まあ、ただ病院に行こうと本人がしなければ何もなんないからちょっとね見守るしかないかなとは思ってます。まあでもその短期間で8キロは異常でしょ、うんうんうん、短期間そうだよあれって思ったもん、うん、だから例えばなんかがん心不全とは関係ないけどがんとかいろいろねなんかまあ他に何かしらは絶対にあると思いますよ、ね、8キロはおかしい、うん特に何もしてないしご飯食べれないって言ったからね。で、心不全のステージとしては、さっきの階段上をこう表していくと、通常はステージ A で何か症状が出て、心筋梗塞と診断されましたとか何かそういうふうなステージ B ですよね。で実際に例えば不整脈とか、何かでペースメーカー入れるだとかあとはなんか手術なりなんなりして人工弁入れるだとか人工血管を入れるとかなんかそういうふうになるような方とかだと、まあ C とかになってそれでいろんな治療をしてるけど、症状が改善しないというのは D とかっていう感じでだん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 こう逆三角形ですけど悪くなっていく。まあいかに食い止めるかっていうと左上のところの血管血圧の管理とか減塩とか禁煙とか、運動とかまあ一番なのは薬をちゃんと飲むっていうことですかね。そういったところでもなかなかねやってくれないんですよね。認知症のなんか意識が足りないのかな。で、あ、この困ったちゃんたちはちょっと、で、うちの患者さんで、いろいろ見ていて、あったのが、これ T さん女性なんですけど、2020年3月に、ご飯を食べようと思ったら喉が通らなくて、吐いちゃったって言って、1時過ぎに来ました。ちょうどたまたま私がいて。で、最近そういえばこの人処方箋持ってきてないなと思って全然その当時の薬分かんなかったんですけどでもなぜかなんか吐いちゃったって言われに私なんだかよく分かんないけど心臓じゃないとかって思って血圧測ったら230-85でびっくりしてで酸素飽和度測ったら 100% だけどあれりゃってなってで精神が飲ませてちょっと血圧下がるの落ち着いたり症状取れればいいなと思ったんですけどこのまま仮に、なんていうのムカムカとかそういうのが収まったり血圧が少しこう仮に下がったとして家に帰っちゃったら絶対まずいと思ったので家族に連絡して保険証とお薬手帳を持ってきてもらって、午後3時とかそれまで薬局にいてもらっていやこれで具合悪く本当悪化したらどうしようとか思ったんだけどこまめに30分おきになんか血圧測ったりとかして少しずつ180とかそぐらいになったりとかしてたからまあ良かったんだけど大丈夫とかこう息苦しさとかそういうのもなさそうだったから良かったけどで3時ぐらいにその後のその時の経過とかを持って受診してもらってでその後その人は BNP がやっぱり異常に高かったのとあとあの薬歴とかを見るとホルター心電図をつけたとかそういうのは書いてありましたが先生からどういう診断を受けたっていうのはちょっと薬歴には書いてませんでした。今最新に飲んでる薬がもともとこの方は糖尿病があったので、エクアとかグリメピリドとかは飲んでたので、エナラプリルとかミソプロロールが出てます。あとまあこの人ちょっと、認知症があってメワンチンなんかガランタミンかなんか飲んでるのかなちょっととりあえずあの心疾患に関わる、
お医者さんから出てる薬の方を出しました。で、あと T さん、この方赤い人も意外にいて、この方は2020年の健康診断の胃カメラの時に、なんか心臓のちょっと検査した方がいいですよ、詳しくやった方がいいですよって言われて、それで、その心臓の異常が分かって人工弁の置換術をやらなきゃいけなくて、生体弁にしますか人工弁にしますかって言って人工弁にしてやったからです。で、今バーファリンとかを飲んでいるんですけど、最初、血圧の薬、いろんな、なんか何だったっけな、忘れたけど、なんか薬が合わなくて結構特回引っかいやって、こちらに半年ぐらいかな、人工弁置換術やって半年ぐらい全然いろんな薬が合わなくて、半年ぐらい合わないっていうのはどう合わないんですか？なんか本人がなんか気持ち悪いって言って、バーファリンの量よりもそっちの血圧の薬の方だったんで、ね、カルシウム拮抗剤だったかな、なんか、いろいろ変えてましたね。で、まあこの方はお父さんもアミオダロンかなんか飲んでるから、じゃあもうちょっとその家族的なそういうのもあるのかな。で、お父さんの方はもともと口数が少なくて薬さえもらえばいいっていう人なので、あ、大丈夫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 ってしか言わない人なので、どういうきっかけでこの方、お父さんの方は、病名だったりそういうのは分かりません。で、あとこちらの方は M さんはもう比較的若い40代で発症していて、なんか調子悪いってお医者さんに言ったら、すぐもう即入院手術しなきゃダメだって言って、3本の冠状動脈が完全閉塞していて、足の方から血管を移植してバイパス手術をしたって言って、開胸したって言って、おおって感じですね。で、多分先生との話し合いで川崎病を子供の時やってたのが影響しているのではないかということですね。で、今はキャブピリンのみで、この人は短鎖があるって言ってウルソデオキシコールを別にまあもらってますが、キャブピリンだけなんだ、っていう感じ。ただこの方改めてたまたま、今月来たからその話してたら、なんかむくみがあるんだよね。だからそのバイパス術をしたからすっきり元気になるかと思う、なんかむくみはなんかこうどっかにこうちょっと引っかかってるって言ってました。で、愛さんはステントをやっている人で、右側のそのステントのノートだったかなんかをこういうのをやったんだって言って、へえ、ちゃんと心臓のこの部分にステント2箇所入れてるって言って、ちゃんとその何て言うんですか、その器具とか、ロッドとかまでちゃんと書いてあって、おお、こういうのなんだって、循環器の専門の S クリニックさんに通院していて、でこの時、この方はね、その当時結構院内でもらっていて、リバルを4ミリ飲んでたのかな、4ミリ飲んでたんです。で、その前からなんか循環器の S クリニックに行ってるっていうことだったんですけど、いつから行ってんのか、最初の頃って手帳に薬の名前全然書いてなくて、何飲んでんのかがよく分かってなかったんです。で、最近、薬手帳に薬の名前が書いてあるようになりました。で、ステントを入れたのは、それで調べたら、この2021年の4月に入れたステントは薬剤溶出性のステントでした。で、それはそれなんですけど、今年の8月になんか一応調子が悪いから検査をする予定だったんですけど、お盆の頃毎晩夜動悸が激しくて気持ち悪い、夜全然眠れなかった、毎晩のように来たんですけど、ちょうどお盆休みでその S クリニックさんやってないと、なんだけど、なんか今度検査の予約はしてあるんだけどとかって言って、いや、それまでもう毎晩眠れない眠れないって動悸が激しいって言って、へー、で、ミオコールスプレー3本出したんだけど、
なんだっけ2本ぐらい1本もう使っちゃったみたいな、なんかどんだけやってんのってぐらい、なんか本当どっか、いや、なんか明日生きてんのかなみたいな、なんかもうそんぐらいになっちゃって、そう、もう救急車呼んでよって思うんだよ。でそれがね最初の頃にちょっと前にあった困ったちゃんの一人の人、なんかどうなの、なんか薬局を頼りにしてくれてんだか、命の線引きってどうなのって思うんですけど、そのさっきのあのなんだっけ T さんだって、あのいや血圧200で救急車呼んだ方がいいかなと思いつつドキドキしましたよ。どうしますって感じ、もうそのね、まあで、あそうこれこの人あれ IH さんってやっちゃったの、まあいいか、そのミオコールフェを出して検査員を乗り切って、でそしたら右側の内容になってリバロもちょっと減ったりとかなんかしてるんですけど、この人はそしたら薬剤溶出バルーンを入れたと、いうことでした。でまあ、バルーン と、ステントとの、まあ、違いっていうか、あのステントだと、右上のようにこう 金属とかそういうこうピャッと開いて、そのまま留置するから、狭窄したところがまた狭くなるってことのリスクは少ないんですけど、やはりどうしても異物なので血栓ができやすいということで、まあクロフィトグレルとかバイアスピリンとかエフェントってなんだっけ成分、ちょっとこあの成分名とあれぐちゃぐちゃになってますけど、まあ飲んだりして血栓予防もしなきゃいけない。その一方、バルーンだと、一時的にこう広げる感じですけど、また狭窄ステントに比べて狭窄しやすいけれども、曲がったところだとかステントが入れにくいところ、あとそのステントが入りにくい血管の太さとかそういったところに入れやすいんですよね。だから多分、まあ、あくまでもこの方 そのバルーンの位置っていうのは、あの、まあ、留置してるわけじゃないんだろう、あのそのそういう手帳とかそういうのは持ってなかったので聞かなかったんですけど、バルーンは留置しないでしょ、しないからそのどこ の、 そのやったのかなっていうところとか、そういうのをなんかメモした そのステントのとこのノートに上書きされてないかなとかって聞こうと思ったんですけど、ちょっと、まあ、そこはやめましたが、バルーンのにも、薬剤コーティングバルーンっていうのが今年の2月に発売されていて、まあ、多分こういうのをやったのではないか、あ、そうそう、薬剤溶出バルーンをやったっていうことで、じゃあどういうのかなって調べたら今年の2月に発売されたから、じゃあこれをやったんだっていうふうに思って、薬剤溶出バルーンは、これ血管の横から断面図ですけど、傘をこう閉じたような状態であって、挿入して患部でこう広げてなって、でその中からこう薬剤が溶出するっていう、そういうことですよね。まあ、あのステントではできないぐらい、まあ、多分この人にとってはその感情動脈、ステント入れてるところ以外にもあちこちそういう、狭窄が見つかってあちこちやってたのかな、何箇所やったとかそういうのとか、1箇所じゃないかもしれないし2箇所以上かもしれないし、ちょっとその辺は聞いてないんですけど、で、やったと聞きました。でその後昨日かなんか来たんですよね。そしたら今度心臓リハビリをするって言ってて、で一応心不全とかそういうのを見ると心臓リハビリって心臓リハビリテーションってあるっていうけど、あまり正直今まで実際やったって患者さんから言われたこととかあります？なんかあまりないんだけど、なんか今度行って心臓リハビリテーションやるんだっていうから、あ、そうなんだ、まあそれだけこの人やっぱり重いってことですよねきっとね。点数が取れるようになったのが、点数ね、最近なんじゃないかな。リハビリが、そうなんだ。一応調べたのが、治療開始から150日以内、医療機関によるけれども、1単位205点取れるところと、1単位125点、施設によるんですけど、あって、
1時間リハビリをすると3単位なので、1割負担の人だと、615点か375点。150日以内。そう、うんうん、で発症から食べ頃から多分発症からっていうか多分こういうリハビリテーション開始から、リハビリテーション開始が150日間やれるってことか。そう、150日間は点数が取れますよっていうことだね。リハビリ開始から150日間はやれるってことか、うん、まあこういう血圧測ったりストレッチやったりこう有酸素運動をやったりということで大体1時間で、で今まで、その、心臓リハビリテーション学会のガイドラインでいうと2021年2年前に改定されて、今までは再発防止運動 QOL っていうことだったのがフレイル予防とかその精神面 の, こうあの抑うつ改善とかそういったところを、改善していく、あと、構成要素としては、病気の管理をさらにしていくっていうことですよね、そういったところが、もう含めてのリハビリテーションということになってます。これ、さっきの大まかなその、心不全のこうイメージ、ギョギョンってある階段のイメージをまたごちゃごちゃと書いた状態になっている図ですけど、だんだん悪化していくと、その将来的な不安とかこう症状による実際の身体的ケアとかそういったところもあり、緩和ケアって私本当がんしかイメージしてなかったんですけど、改めて心臓もだんだん悪くなると苦しさとかそういうのが出てくることとかで不安になったり、そういう、左下の緩和ケア、そういうのも心臓緩和ケアだったっけかな、なんかそういう言葉も出てきていて、おーっていうちょっと思う感じるところがあって、まあ実際じゃあだからっていうところもあるんですけど、なんかそういうところも考えていく必要があるのかなっていうのは感じました。まあでも実際ここまで必要になってくると入院してる方になるのかな、薬局ではちょっと直接関係ないのかなっていうところですね。なんか本当は OK さんとかっていうふうに入れないと王さんにするのか。この人は、いつからか分かんないんですけど、ある時に、こういう心臓の薬を持ってきて話を聞いてたら自己血管置換術やったんだっていうことで、今こちらの薬、少し前よりか少し薬は変わってるんですけど、最近になって前は何だとか忘れたけどエフェントを飲むようになってます。で、この方は近所に住んでたんですけれども、奥様を亡くされて、社会労務士、社労士さんだったんですけど、80歳ぐらいまで仕事してたのかな、週1とか週2とか。でもちょっと完全に辞めて、今池上の方の老人マンションみたいなところに引っ越してますが、今でも来てくれてます。この方は元気ですね。なんか、何でしたっけ、コロナとかなんかの時とか、運動不足になるからって高層マンションに住んでるんですけど、階段使ったりとかして運動不足にならないようにやってんだなんて言ってましたから。で、この方 N さんは、ペースメーカーを入れている方で、いつから入れてるのかちょっといろいろ調べたんですけど分からなかったんですけど、最近飲んでる薬はこういう感じで、皆さんやっぱり、なんだかんだ心不全で共通しているのは高血小板薬とかを飲んでる方がばっかりだなと、そういうような薬とか利尿剤飲んでる方がちょっと多いなっていうのは思いました。意外にそのうちのこの一薬局で、うち近所にそのなんていうんですか、整形小児科皮膚科しかない割に、意外に何かペースメーカーの人だったら意外にいるもんだなと、ちょっと多岐にわたった心疾患の人いるんだなっていうふうに
感じたところです。で、ペースメーカーって、うちのスタッフの親御さんがペースメーカー入れたんだって話を聞いていて、ふーんと思ってたんですけど、ペースメーカー入れちゃうと MRI とかそういうの取れなくなるのかなと思ったら、最近そうではないんですね。そういうこともちょっと見てもいて、ペースメーカー、入れた直後は運動はできないけれども、入浴もじっくりこう、はい、あの温まりすぎないようにすれば全然問題ないし、食事も問題ないし、旅行も別にダメっていうのはないけど、ただ、金属探知機か、金属探知機とかっていうのは通らないようにするとか、そういうのは必要ですけど、別に制限はないと。で、一般的に、電気機で、影響がないもの、冷蔵庫とか一般的な家電製品で、影響があるものはマッサージチェアとか、体脂肪計ってそんな あるんだ。私も今それ以外にも、うん、私の中であって一番びっくりしたんだよ、全自動マージャン卓あれ磁石だからなんだってへー、磁石だから35センチとか離れないといけないとかなってて、へーっていう。いや、それはびっくりだね。うん、あとこれからの時代、電気自動車の急速充電器のそばはダメです。へ電気自動車の急速充電器、電気自動車は私全然車のなんか知らんけど、急速じゃない充電器もあるんですか。多分ガソリンスタンドみたいな、そういうところじゃないの。ガソリンスタンドみたいにこうコンセント入れるところ、うん、なんかそういうマークがあったけど、普通に多分家で充電するのと違うのかな。全然知らん、誰も答えてくれないけど、急速充電器書いてあるのがあるよね。そうなんだ、うん、多分そういうのなんじゃないのかな。まあ、ちょっと知ってもいいかなと思って。あとなんか注意、一応あの注意事項を守れば安全に使用できるのに、なんか炊飯器 IH 調理器とかって思って、今結構ね、オール電化とかそういうのってどうなってんの。私もよく IH 使ってる人結構、あ、でもその人が料理しなきゃいいってことか。いやいや、だってみんな携帯電話普通に持ってるよ、うん、胸のポケットに携帯電話入れてるよ、うん、そうだね、うん、そんなペースメーカーを持ってるから携帯電話持たないなんて人いない。ないもんね、うん、まあまあ、だからほとんど影響ないです、うん、まあそんな感じです。で、最近の、そうそう、ペースメーカーとかって MRI とか大丈夫なのもあるそうなんですけど、一応それは確認するのが必要で、ペースメーカー入れてるとペースメーカー手帳とかがあったり、そのどういう機種を使ってるとか、そういうのがきちんとあのあるしっかりしてる、あの、ね、外出先とかそういうのでも持ち歩くように、万が一のことを、があるので、そういうのを持ち歩いてくださいみたいなことはちゃんと説明されているようです。まあ、寿命があるからね、ペースメーカーには。あ、そう、これちょっとね、これはちょっとどうでもいいんだ、健康交換しなきゃいけない、うん、で、あとそのペースメーカーじゃないけど、あの心電図、あ、ホルター心電図か、私も冬になると、5年ぐらい前かなんか動悸がしたりとかするので、2、3年連続して、やったんですけど、全然結局ただの心房細動か、心房細動で、別に命に別状ないから薬も出さなくていいっていうから、2年か3年ぐらいさすがに連続してやったけど、その後はもういいやってほったらかしてますけど。で、今、その時は、お風呂入ってもいいっていう心電図だったんですね。この辺なんか3箇所ぐらいこうつけられて、で、あ、入っていいんだって入ったんですけど、シャワー浴びてわーいって入ったんですけど、昔はお風呂入っちゃいけないっていうのは、電極が外れるとかそういうのだったけど、そういうことはないらしくて、まあ、お風呂入っていいっていうか、そのまま信じて入ったら、このパッと張ってるところのあそこが冷えて、寒くて寒いってなって。へー、冷える、冷えるか、要するに、あの、要するにお風呂とか湯船に使ったりとか、シャワーとか、あ、シャワーでいいって言われたのか、湯船は使わないのかな、シャワーかなんかでいいって言われて、シャワーでこう温まって、まあ、お風呂入れるってなったんだけど、その濡れたところが冷えてきちゃって、正直にあのお風呂上がって洋服着替えても、ここだけ濡れたまんまじゃん、パッと。ああ、乾かないから、そうそう、乾かない、濡れた状態だから、そう、濡れた、そういうことね、そういう意味での寒くて。お前のアホか。みんなそういうふうに思ったりしないのかな。すごいそれにはびっくりして、もう二度とやるまいと思って。
すいません、うん、で今はそう心電図ってこの右側にあるなんかこういう簡単な感じになっていて、なんか14日ぐらい、1日じゃなくて24時間で14日ぐらい最大測れるのもあるらしいですよ。つけっぱなしで、つけっぱなしで、ただもうかぶれに注意ってなってました。で、うん、であとなんか最近のは使い捨ての使い捨ての心電図もあるみたいで、項目はちゃんと見なかったんですけど、イージーフそのままやったら、今までは例えばこう、うん、なんて言うんだろう、つけたら病院に、今までだったら、例えばそう病院に行って装着してもらう、で外してもらう、でそれが、だったんだけど、多分ペタンって貼って自分でペタンと貼ってもらうのかな、多分場所では、で自分で剥がして郵送してあと解析してっていう感じ。使い切りパッチ型心電計イージーホルターアステラス調べてっていうことです。うん、なんかだんだんその便利になったな。だってつけて外してって病院行くの大変ですもんね。うん、なんかそういうのもありました。で、あとちょっとこれね、ちょうどね、月曜日毎日新聞のなんかあったんですけど、心筋梗塞の死亡率女性は倍あるということでいうふうに書いてあって、あとね一面と三面にあるから後で見る。うん、なんだかんだ言って、その疾患別のその男性女性の割合とかっていうのは、ちゃんと調べればこの新聞の時に思ったんですけど、男性の方が圧倒的になんか心臓疾患は多いんだけれども、じゃあ思ってるよ、実際そうなんだ。病気の割合は男性が多いんだけど、実際死亡する率は女性が多いというのがあって、この新聞の記事を見たら、男性は動悸とかそういうふうに訴えるだけなんだけど、女性はいろんな訴え方があるから、即心臓が原因っていうのが分からなくて、時間が心臓が原因っていうのが分かるから、分かるまでの時間がかかるから、どうしても死亡率が上がっちゃうんだって。ふーん、やったら微妙ないうのが記事に載ってました。単純に女性の方が年齢が高いからじゃなくて、で心臓に限らずな、例えばなんだろうな、つい最近なんか前、つい最近というかちょっと前にも何かで新記事で見たけど、例えば男性に多い痛風とか、男性か女性かによってどうしてもこう病気の比率が多かったり、そういういろんな病気について医学界の方でもいろいろこうそういう側面から病気について調べていくのがあるようです。いろいろその、女性の方がその心臓に関する、あ、こっちの方がいいんだ、女性の方が心臓のその訴える症状が多岐にわたっているので、治療までに時間がかかるということです。あ、ここ見えるかな、上の方にある、男性は胸が痛い、冷や汗に対して、女性はめまいだ、倦怠感だ、顎、喉、胃の痛みとか食欲不振とか。それは男性は感じてないどうなんだろうね。私でも不整脈を感じる前って胃がもたれるなっていうのがずっとあったのも、なんか胃がムカムカするなって思ってたんだよね。患者さんで確かに言います、その女性だとあんまりなんか気持ち悪いとか、なんか不穏な感じとか、あんまり死んで、あ、よくよくそれが長引いてくると動機ってないんですけど、ちょっとだから思い当たるなと思いました。父親心筋梗塞だったんですけど、やっぱり心臓痛いって言って、母親は全然なんか痛みに弱いからって言ったんですけど、結局救急車になるとすぐ手術とかなりましたよね。なんかちょっと思い当たるなと思いました。だからそれがその男性女性のそういう、そうそうそう、だからそれを今なんかこう研究してるみたいですよ。なんかここにあるように見過ごされてきた、うん、
女性ホルモンとかそういうホルモンの違いかね。心臓の作りそのものが違うんじゃない？体の大きさも違うし、送らなければいけないね、白質量も違うだろうし、動く時間も多分違うし、言うても男性と女性で平均寿命が7歳もの差、7年も差があるわけだよね。それだけ違うんだから一概には言えないか、一概には言えないんじゃないかなと思うけど、うん、まああの以上が、今回のその心疾患について調べたこととか、改めてこうその多岐にわたっていろんなことがあるなっていうことを実感したものことでございます。なんか循環器とかが近くにない薬局でも意外にそのいろんな心臓の症状で来てる人がいるんだなっていうのも改めて思ったので、今後もまた心臓に関するいろんな治療薬も出てくると思うので、ちょっと注意しながら見ていきたいなと思ってます。以上です。ありがとうございます。質問は受け付けません。質問を受け付けないそうなので、じゃあ質問を受け付けないと答えられない何か皆さんご感想を思うことあれば。新聞あるよ。受けたまりますがいかがでしょうか。今日来た患者さんがさ、BNP がさ、もう間もなく4桁っていう。4桁なんていっぱいいるが。だからもう間もなく4桁で、ずっと薬飲んでないっていう話になって、いきなり往診が始まってさ、うん、これから入るんだけどさ、薬こんなに効いていいのかなっていう、前位からね、あれから何がどうこれから追加されるのか見てもないとかけどさ、やっぱ4桁多いんだ。4桁あってもすぐ死なないよ。そうなんだ。うん、全然死なないな、すげえなって思う。うちの父親もそうだった。大動脈解離が分かった時にうおーって思ったもん。4桁ぐらい、4桁だか5桁だったよ。うわ、なんかそれに近いぐらいになるよね。なんか跳ねるからさ、あれって、はい、そうなんだ。ねえ、別にさ、その3桁キープとか4桁キープぐらいでは全然死なねえわっていう人はいっぱいいる。うん、なんかそれがなんかBNP 難しいよね。その数値とそうあれに反映されない気がする。BNP をそう言われてもなんかピンとこなくて、うん、あ、心臓悪いよねで終わり、うんうん、っていう感じ。そうそうそう、うんうんうん、なんかえって思ってても、うん、結構ずっと平気だったりする人もいるし、別にそんなに数値悪くなくてもすぐ死んじゃう人もいるだろうし、うん、なんかそこはなんか難しいよね。でだって治療も1年ぐらいだったら150とかそんぐらいになってたし、お、うん、こんなに減ってるとか思って。そっか。でもやっぱり150はあるわけじゃん、ずっと。あ、そうね。そもそも3桁ではキープはするわけだからね。うん。うん、電話で聞いてましたから、まだね。まあただ悪いんですぐらいです。なんか CLP とかとは違うよね。バーン跳ねて戻ってみたいなものともちょっと違うなっていう気がするし、その心疾患もその疾患によってすごい変わる気がする、うん、全然申し送り何も来ないからさ、うん、その話が聞いてうーんって感じです。はい、あとは何かありますか。え、でもコロナになって心臓の悪い人増えた気がする。いや別にそんなのはないよね。それはないね、もともと多くないし、うん、別に心疾患が増えたわけじゃなくて単に薬が増えただけなんじゃないかなという気はするけど、異常に薬は増えたじゃん、うん、薬はすごい増えたなと思う。私たちが学生の頃に比べたらものすごい薬増えたから、やっぱり大きいよねそれはね、うん、と思います。そんなもんすか。はい、はい、来月なんですけど10月のつくし会がちょっとここの場所が一番最後の週の水曜日が実は取れなくて全然、うん、どこの部屋もなったので、担当のが丸山なんですけどもと相談して10月31日の火曜日、最終火曜日にここを押さえてます。はい、はい、10月31日です。31日火曜日が、はい、になります。そうだそうだ。あと、はい、平田先生はどこから聞いてたのかな、
全然聞いてない、途中のステントの患者さんとかっていうのも聞いてないですか。そのステントをやった患者さんね、ステントとバルーンやった患者さん、昔、20年ぐらい前かな、来た時にタバコのやり臭いのと加齢臭かなんかですっごいこう来ると分かるし、帰った後も分かるの、想像つくと思うんですけど、誰か、あ、誰か分かる。でその方がある時から全く匂いがしなくなったの。ほう、それタバコやめたの、分かんないので、これを見ながら、まあ多分まだタバコをやめたんだろうな、うん、っていうところで、とりあえず私の中で、じゃあだって本当に加齢臭はどこ行ったの、分かんないいや多分相まったのか、でも加齢で そんな感じの匂いだったよね。ね、やりすごいわ。だってね、その人が帰った後も薬局の中に匂ってんのよ。あ、分かる、いるよね、そういうのね。でそれでその後来た小児科のこの、ここ臭いってずっと言ったのね。あれはね、あ、そうだよね、ごめんねと思って、換気したもんね。ね、そうそう、なのすごい、あ、このかなりのヘビースモーカーだったんだなと思って改めて、多分でね、リバロ4ミリ飲むってすごいよね、動脈硬化というか脂質上昇のレベル、検査数値分かんないけど、分かんないからね、何とも言えないけど何人か今うち患者いるなって思いながら、リバロ外人に近いんじゃないですか皆さん、体が欧米の方に近いんじゃないですかね、その人小柄な兄さんだよね、じゃあ中身がってことです。あ、そっかそっか、そうそう、だって日本少ないやん薬の量すごく、まあね、うん、高脂血症の薬に関しては特に、うん、半分ぐらいでしょみんな、うん、そうか、高脂血症も高尿酸血症も半分ぐらいでしょ、うんうん、そんなもんよ、はい、はい、というわけで、今月のつくし会終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます、いいです、よし、終わりです。新聞見る？いや、後にした方がいいですよ。